皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ルーブル博物館のコレクションの続きです。現在は、紀元前1600年頃を見ています。いやー、いろんな形のものが現れてきていますね。はい。今は 実用品コーナーナそうですねいろんなものを貯蔵していたんでしょうか中にはワインが入っていたりしたものもあったんでしょうかどうなんでしょうお漬物とかあったんでしょうかねどうなんでしょうねはいまあお漬物は 文化ってね結構昔からあるような気がするんですけどねなんか偶然できちゃってそれが美味しかったからみたいなね、まあ、納豆とかそんな感じなんじゃないですか、はいね、ヨーグルトとかもね、はい、チーズとかねもう裂いたるものって感じですかね、はいえー、いろいろありますねええー、こうん 形が面白いものがやっぱり多くなってきましたよね。あら、マスク。あ、違う、像ですか。へえ。怖いですね。普通に怖いんですけど、ちょっと。ちょっと、大きく見てみましょうか。これ怖い。すごい怖い。何これ。えぇや,やばい、やばい。ちょっと <laughs>、怖すぎる <laughs>。 こんな人いたら怖ーい <laughs>。すごいっすね、目が、目が <laughs>。もう、人騒がせな美術品だな、本当に。ああ、面白い。はい。あ、また、フィギュア、ね。 ヒュギュって昔からあるんですねこうやってねはい、はい、今回の配信は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょうさようなら